ブリームは、コイカに属する魚類の一種。ヨーロッパの火星や湖礁、溶水路に広く分布する、淡水魚で、漁獲対象種でもある。ブリームは、欧州の淡水域で、一般的な種類で、その自然分布は、アルプスピレネー山脈以北及び、バルカン半島にかけて広がる。アイルランドやイベリア半島、イタリアにも移植されているほか、黒海、カスピ海、アラル海周辺など、 アジア地域にも生息している。ブリームとシルバーブリーム。特に若菜の時点では区別が難しいブリームは30から55センチメートル程度に成長し、最大では75センチメートル、重量は2から4キログラムほどになる。体は左右に平たく側平たし、体高は高く、口はやや下向きにつく。体色は銀海色だが、澄んだ水域に住む。 老生魚は同色になることもある。ヒレは着色せず、灰から黒色。本種と非常によく似た魚類として、シルバーブリームが挙げられる。確実な完別方法は、背びれの第一ヒレ状から側線にかけての鱗の枚数を数えることで、ブリームは11枚以上、シルバーブリームは10枚以下である。シルバーブリームの生魚は、胸びれの基部が赤くなることも、完別点の一つである。 他のコイカ魚類と同様に、ブリームは、ローチなどの多種と容易に交雑する。プラハで展示される生態、ブリームは、一般に、河川の下流域や、藻類と泥底に富む湖障に生息する。寄水域に進出することもある。成熟した動植のブリーム底部で群れを作って、生活する。夜間に、 岸辺で餌を探し、澄んだ水域の砂底には、節地の痕跡を乱すことができる。顎を突き出して、水底を掘り、ユスリカの幼虫、イトミミズ、貝類などを捕食するほか、水草やプランクトンも餌としている。ブリームの繁殖期は4から6月、水温摂氏17度付近の時期が多い。オスは縄張りを形成するようになり、 メスは10から30万個の卵を水生植物に産み付ける。3から12日で孵化した稚魚は卵黄脳を吸収するまで水草に張り付いて過ごす。稚魚は生魚とは異なり細身だが、側は平たした体と銀色の体色を持つ。この段階では浮遊性だが、2から3ヶ月後には生魚に近い体型となり、底部で生活するようになる。生成塾には3から4年を要する。 ありがとうございます。